ありがとう、よいしょ。タイペイいつもありがとう、よいしょ。マジでルイだけ許さない、よいしょ。お前ほら、お前、はい、すいません、お前殺そう。そうだ、一番最初に一番最初にできた作ったお店じゃないですか。うん、まあ、2分になる前はまあ多分順調そのものだったんですけど、うん、まあ、急遽2分にしたじゃないですか。うん、その時にぶっちゃけスタートはどんな感じだったんですか。もうね、やっぱ最初はマジ人が入らなかった。やばかったよ。だけどもう本当に今もう1年以上経ってみんなの頑張りでやっと、だっていつ行っても結構流行ってるじゃん。もうめちゃくちゃ断ってる時あるからね、すいません、いっぱいです、いっぱいですって。大きな分岐点ってやっぱレンさんの一応大きいですか。それはでかいね、やっぱあれね、結構周りからも言われた。てかレン君2部で1億ってすごくないですかみたいな。しかもちゃんと6時オープンで、大阪にはそんな浸透してない中でさ、そこのインパクトがあって、まあそれがあったからこそレンの頑張りを評価してレンに恩恵をと思って会長とも相談して、それで、まあ、今回その世界移転っていうのが実現したみたいなところもあるんですか。そうだよ。僕昼から夜中から誰がそこに出させた。え、誰かも分からないもんな。分かんないですね。多分違う店されてる気がする。営業はできるんですけど、ね、うん、レシートちゃんと出るかなっていう。おお。従業員の何を共有しろ。はい。何をしたの？はい。はい。まあその現場の調査なの。次がナルさんとミヤさんで、右がナルさん、ミヤさん。そのやってくれた人と僕の引き継ぎがちょっと曖昧やった、まあ、そこは僕らの責任ですね。愛があるなって感じです。もういい。はい、やります。ね、でもね、こうやってね、みんながこう真剣にこう頑張ってる中、今日もね、カニディレテの子が来てくれてね、カニディレテの子にも優しくしてくれて、新人教育がうまいなとって思いました。はい、はい、はい、はい。
はい、お姫ありがとうございます。まあね、今日は初日でまあいろいろありましたけど、まあ特にね営業中はその不備もなかったし、いい営業を送れたのかなと思ってます。日頃ね、みんなちゃんと動いてる証拠だと思うし、みんながこうやって意識高く持ってくれたおかげでちゃんと迎えられたと思ってるんで、僕はもうそれだけで満足です。だから明日からもっともっといい営業ができるようにね、みんなで頑張っていきましょうっていうことをまあ言いたかったけど、マジでルイだけ許さない、よいしょよいしょよいしょ、ほんまにすいません、よいしょあー違うね、ありがとうございます、代表もありがとうございます。新店一発目の便座指名、僕で良かったなって思えたら良かったんですけど、代表ほんまにシャンパンかけてしまって申し訳ございませんでしょう。お姫これからも僕ちょっと平分もうちょ喋らんとて、俺喋ってんのにあかんかったみたい。これ泣いてるっつって、毎回お前ぐらお前、はい、すいません、もう殺すぞ、殺すぞまで言っちゃった、くっ、やばい、あ、はい、これ見て担当 DV です、やばい、苦しい、お前覚えとけよ、お前お前おかしいやろ。してだから、うわしてないみたいな感じ、うわやばい、今やっと終わったわと思って、いややばいわ、今みんなでしましたやん。これなんでみんなでしてるんですか。これだから当時組がいないんですよ、宮古屋だけになるんですよ。だからそれで全部は終わらせられない、営業前にで出勤時間早めるのはちょっと嫌やったから、だったらみんなでパーってしてやった方がいいよね。これがやっぱ連代表の良さで、少ないから早めるっていうこともできるじゃないですか。でも出勤時間はやっぱりメンバーはメンバーで出勤時間も決まってるんで、そこは早めるんじゃなくてみんなでやろう、これがルーツクラブ。9月10日終了、始めます、お疲れ様です。まずメンバーで何かあったことをお願いします。いいですか。はい、何点かあるんですけど、営業前テーブル来なからも思ったし、営業始まってすぐとか主任からも言われた出た言葉だったんですけど、ただブラックより卓のテーブルがちっちゃいんで、ごちゃごちゃした時にテーブルマナーをしっかりしてないと、すぐ卓の上が 狭くなりますというか。お疲れ様です。はい、です。じゃあまあ僕はちょっと祝日してしまってちょっと思ったっていうことがあるんですけど、右がナルさんとミヤさんで、右がナルさん、ミヤさん、ファーストで写真をこう聞いて伝えるときに、ブラックやったらいつもなんか定位置みたいな感じがあったんで伝えやすかったんですけど、今日はこう手回しする人がこう探したんですけど、近くになってるとこもあって、こうボード持ってる人がちょっと見当たらなくて、そこでなんか時間がこう過ぎて初回の時間待たしてしまったので、解決策提示できるとかはないんですけど、こうなんかもっと分かりやすくできたらなって思います。はい、お疲れ様です。イエーイ。まあ、影とかやってくれてたのは、まあもちろん僕らの責任であるんで、その日誰がつけ回するのかっていうのをちゃんとみんなにも共有できたらなって、思ったので、まあそこはいい意見やったので、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。イエーイ。新店舗1日目お疲れ様でした。で、今日1日目、まあ不備あるかなと思ったけど、そんな大してなかったかなと。いつも通りの動きは大丈夫。例えば、アイスだったり、グラスだったり、使い回しして、というか使い回しできてたし、ただ、みんな全員な、これ、ブラックでもう慣れちゃってることは、一回全部忘れないといけない。一から全部自分たちがやりやすいように、ここはこう、ここはこうっていうのをやっていく方が、俺はいいと思ってるし、みんながこうやって
あれがしたい、これがしたい、これはダメだって、これがあれだったっていうのも修練のって確認するけど、でもみんなが思ってること全部正しい、全部が正しい、本当に不満とかじゃないかな、これ誰かに当たる話でもなくて、役職以上に当たる話でもないし、自分たちが思ったことをみんなに共有してみんなで直していこうねっていう店にしていきたい。俺は誰かのせいとか、これは誰かできてなかったとか、例えばな、今日のルイがシャーパー俺にバーンかけちゃいました、誰も予想できなかった、ああじゃあそれ冷やしてなかったなって俺は内心思った。一発目かかった瞬間にうわーって、冷やしてなかった俺悪いなみたいな、冷やしてみたらよかったな、だから怒るってことは全くなかったわけって感じね。みんなわかるこれ、ああ俺あれ気づいてたなとか絶対あったと思うの。今日って足りないものをみんなこうやってバーって言ってくれたのは正しいから、そこは自分たちが成長したってちゃんと気づけたってことでいいと思う。9月10日終了終わります。お疲れ様です。よしよしよし。いや別に特に、まあ、ないっすね。いいスタートダッシュでしたね。まあ僕ら結構入念に準備したんで、まあ、それが良かったかなと。新人の子がああやって発言するぐらいやっぱ気になるっていうのはやっぱ僕らの落ち度かなと思うんで、別に特に何もなかったかなと思いますので、明日から普通に営業できるんじゃないですか。アルスアース、エーロクタクエーロク、ナルスナルカボステルスケスリー、ニューバトルズシャーセアレー初日に、うるさいうるさい、なんか普通に心を切り替えて頑張ってますけど、めちゃめちゃね、いや自分でやったらあかんすけど、でもユーさん今日あれっすよね、なんすかね、不毛すな、そうなんですよ、ね、昨日夜、夕方セミナー行かしてもらって、うん、で、今日出勤させてもらって夜出勤して、明日の朝も出勤です。限界っすね。限界突破中。僕言うのやっぱ難しいですけど、はい、なんか素直でバカだけどめっちゃ頑張るみたいな感じで、がむしゃらって言ってください。でもほんまに普段俺あんま1日3択とか呼ばんすけど、やっぱここオープンして 2日間とも3択呼ばしてもらって、空回りしちゃった。そうそうそう、あいつはもうなんかこれをしないと、俺はお客様呼んだけどとか結構熱くなるタイプ。まあ言ってしまえばサツキと似てますね、うん、俺はこんだけやってるけど、でも失敗しちゃった時すごい空回りして頭真っ白になっちゃう。サツキはそこら辺うまいことやるんですけど、ルイはね、まだ若いしテンパっちゃう感じです。まあでもあの全然、そうそうそう、今もだいぶ成長した方ですけど、まあ、今からまた成長するんじゃないですか、ね、今後のこの、まあ、目指す場所みたいなってどこになるんですかね。俺の中でレインをやっぱ俺についてきてよかったって、でもレインもさ言ってくれるじゃん、裏でさ、俺のためにとか。でもそれは俺もレンが報われることをしなくちゃいけないと思ってるから、レンの目標としてもあいつがプロデューサーになりたい、だから俺もそれをさせてあげたいと思ってるから、今まではさ大阪と同じ箱でちっちゃい小競り合いとかがいっぱいあったんだけど、もう今はその場所を用意したからもう言い訳はできないよっていう。でレンの中では今度サツキも代表にしてあげたいとかさ、新しい拡大点した箱で2部と1部ね、今両方1部2部両方やってみたい、それをまずやらせたいっていうのもあるし、振付グループでさプロデューサーっていう立場になったらさ、もうすごいことじゃん。そしたらレンもさ来てよかったなってなるし、レンが本当に来てよかったなって僕はあれさせたい。